任期満了に伴う高浜町の新しい人権擁護委員が決まり、12日、委嘱状の伝達式が行われました。式では初めに感謝状の贈呈が行われ、2期6年にわたり委員を務め、昨年12月で退任した市瀬邦雄さんと大塚ひとみさんの2人に法務大臣からの感謝状が伝達されました。大塚ひとみ殿、国民の人権の擁護と人権思想の普及・高揚に尽くされました。ありがとうございました。続いて、今年新たに高浜町人権擁護委員に選ばれた森山和夫さんと田中康隆さんの2人にそれぞれ委嘱状が伝達されました。委嘱状、田中康隆殿、人権擁護委員を委嘱します。お願いいたします。この後、野瀬町長がさまざまな人権問題の解決に向けて今後の活躍を期待しますと2人に激励の言葉を送りました。新しく人権擁護委員に選ばれた2人は今後3年間他の3人の委員とともに法務局などで開いている人権相談所の相談委員を務めるほか、町内の各小学校で人権啓発活動などを行うことになっています。人権というものについて、まあ、勉強しながら、また務めさせていただきたいと思います。思いやりという助の意識を持って対応したいなと思っております。